オクラホマの周期オクラホマ州の歴史では、オクラホマ州の歴史と、州が現在占めている土地の歴史を扱う。1803年のルイジアナバイ州で、オクラホマの大部分が取得された。パンハンドル地域は、米国戦争の後に合衆国の土地となった。フランシスコ・バスケス・デコロなどがオクラホマに足を踏み入れた、最初のヨーロッパ人であるかどうかにはいくつかの疑問が残されている。 900年から1200年頃にはインディアンが定住し、文化を築いていたことが1930年代に東部で見つかった遺跡によりわかっている。1907年に州になる前に、オクラホマは合衆国政府にインディアン準州と指定された。これは、合衆国が19世紀にミシシッピ川を越えて西方へ拡大したため、インディアンが移住する場所を提供するために行われた。 1830年のインディアン移住法は就任して1年も経っていないアンドリュー・ジャクソン大統領によって調印された。この法はミシシッピ側の東に住んでいるインディアン部族移住条約を交渉するための権力を大統領に与えた。条約は川の東側に住むインディアンに土地を諦めさせて西へと向かわせるよう求めた。残留を望んだ人々は止まることを強化され、 彼らの州で市民になった。ジャクソンの諸条件に同意した部族にとって移住は平和的であったが、結局抵抗した者は強制的に移住させられた。北部のインディアン部族には、ショーリー、オタワ、ポタワトミ、総空ーー、フォックスがいた。彼らの小規模さとまとまりのなさのために、移住ははるかに大きくて組織化された南部の部族の、それよりも容易に行われた。 アメリカ合衆国南部に住んでいた直島、クリーク、地下層、セミノール、チェロキーは西洋の習慣を採用したためにチェロキーの場合は近隣との良い関係を保ちながら文字を発達させたために文明的であると考えられていた直島は1830年9月にダンシングラビットクリーク条約として知られる移住条約に調印した ミシシッピに泊まることを決定した直党たちはすぐに彼らの先祖伝来の土地を強制的に追い出され西へ向かわされた。クリークもまた移住を拒否し彼らの残された土地の所有権の保護と引き換えに彼らの土地の大部分を明け渡す1832年3月の条約に調印した。合衆国はクリークたちを保護せず1837年。 彼らは条約に調印することなく、軍事的に強制移住された。地下層は移住を必然的であるとみなし、1832年に彼らの移動の保護を含んでいた条約に調印した。地下層たちは白人入植者とインディアンの土地の保護を戦争局が拒否した結果、やむを得ず早くに動いた。1833年、セミノールの小集団が移住条約に調印した。 しかしながら、部族の大部分によってこの条約は無効であると宣言された。結果として、第2次、第3次セミノール戦争が起こった。最終的に戦争を生き残った者は西へと移住することになった。チェロキーは違法な条約、1833年のニューエコタ条約に騙された。チェロキーは西に強制的に移住させられるまでに2年間の猶予を得た。 2年の後、たったの2000名のチェロキーが西へと移住し、1万6000名は彼らの土地に残った。合衆国はチェロキーを彼らの所有物を集める時間なしで西に動かすため、7000人の兵士を派遣した。この政法への行進は4000名のチェロキーが死亡した涙の道として知られている。南北戦争の後の1866年、連邦政府は、 新しい条約を部族に強制した。インディアン巡州の中部と西部の大部分の土地が政府に割譲された。土地の一部は他の部族に与えられたが、中央部分、いわゆるネスインドランズは政府のものとして残った。また別の情報によってインディアンの土地に鉄道を交差することを許した。1862年、スタンド・ワティは南部チェロキーネーションの州庁に選出された。 さらに奴隷制の監修は違法とされた。一部のネーションは人種的にまたは彼らの奴隷と統合されたのだが他のネーションは元奴隷に対して非常に敵対的であったので元奴隷を領土から追放することを望んだ。1870年代には1862年のホームステッド法の下でインディアン順州の政府の土地への入植を望む人々の動きが起こった。 彼らは、三割統治をオクラホマと呼び、自分たちをブーマーと呼んだ。1871年の秋の死後、南部チェロキーネーションは、ケンタッキーへと移動させられた。1880年代、州の非常にまばらな人口のパンハンドル地域への初期の入植者たちは、シマロン巡州を作ろうとしたが、連邦政府に対して、訴訟で敗北した。このことは、テキサス州、 パリスの裁判官によってエリアへの呼び名を何気なく作ることを促した。この土地は誰にも所有されていないと裁判官は言い、この後日本ハンドルは数十年後に修正になるまで誰もいない土地、ノーマンズランドと呼ばれた。1884年、合衆国タイペインの裁判でカンザス州トピカの合衆国地方裁判所は1866年の 条約の下で、インディアンから政府に割譲された土地への入植は、犯罪ではないと採決した。政府は当初抵抗したが、議会はすぐに入植を認可する法を制定した。議会は1887年に、同図法を可決し、政府に、インディアンの土地を個人の所有地へ分割するため、部族との合意を交渉するよう求めた。この分割制度の下、残された部族の土地は、 ヒインディアンの入植のために調査をされることになった。入植の後、多くの白人たちは土地紛争で元奴隷への優遇を与える共和党の職員を起訴した。1890年代のオクラホーマ準州とインディアン、準州合衆国は、クリークとセミノールと二つの新しい条約を締結した。これらの条約の下部族は、 他のインディアン部族と自由国人が入植するための、オクラホマでの彼らの土地の一部を合衆国に販売することになった。10年以上の間無人の状態であったため、この土地は1880年代、三割当地、もしくはオクラホマカントリーと一般に呼ばれるようになった。1879年、チェロギーの根鉄のエディアスシーブディノットは、 これらの見割り当地は合衆国に所属している権利のために入植に解放されるべきと主張し、これらの土地にインディアンと黒人が移住した1866年、合衆国政府の願望、または意思がどのようなものであったとしても、1879年にはどんな願望も意思も存在しないのは確かである。この日以来黒人は合衆国の市民になり、議会は最近実際に 準州へのインディアンの強制移住を禁じる法を制定したばかりだと言った。オクラホマのランドラッシュ1889年3月23日にベンジャミン・ハリソン大統領は1889年4月22日に入植のための200万エーカーの見割り統地を解放する法令に調印した。それは多くのランドラッシュの最小とされたが、後に 土地の解放は広まった、不正のために抽選によって行われた。入植者の中には、スーナーと呼ばれる者もいて、彼らは土地が公式に入植に解放されるより前に土地に住み着いて権利を主張した。1890年のオーガニック法によって、見割り当地とノーマンズランドとして知られる土地から、オクラホマ順州が作られた。1893年、政府は、 チェロキーアウトレット、またはチェロキーストリップに入植する権利をチェロキーネーションから購入した。チェロキーアウトレットは1866年の条約で政府に活用された土地の一部だったが、チェロキーはエリアへのアクセスを保有しており、いくつかのシカゴの生肉用工場に巨大な牛の牧場のために賃貸していた。チェロキーストリップは1894年に、 ランドラッシュの入植に解放された。また、1893年、議会は部族の土地を個々のインディアンへと分割することについて文明化後部族、それぞれとの協定を交渉するための同図委員会を設立した。最終的に、1898年のカーティス法は、インディアン巡州のすべてにおける部族の管轄を撤廃した。 20世紀前半、石油産業が始まった。地下の石油の巨大な貯蔵が、タルサ近くのグレンプールなどの場所で発見された。多くの白人が、お金を稼ぐために州に殺到した。オクラホマのオールドマネーのエリート家族の多くは、この時を彼らの上昇の日付と記すことができる。1920年代の繁栄は、フィルブルック美術館に返還された、タルサ大邸宅や、 タルサのダウンタウンのアールデコ建築のような、この時代から生き残った建造物に見ることができる。オクラホマにとって20世紀の最初の四半世紀は政治的に乱れていた。多くの異なるグループが州に押し寄せた。州のほとんどの地域は事務クロー法を個々の都市の中で遵守し、他のどの非白人に対しても偏見で人種的に分離されていた当時。 白人と離れて暮らすことを選んだアフリカ系アメリカ人の集団が作った街ブラックタウンズが州全体に登場したノーザンタルサ近郊のグリーンウッドはそこの活気のあるビジネスと文化的宗教的コミュニティのためにブラックウォールストリート黒人ウォール街として知られたこのエリアは合衆国の最も致命的な人種暴動の一つである1921年の タルサ人種虐殺の場所であった。オクラホマ社会党はこの時代、何十もの党機関士の発行と数百人の選出された地方職員を含むわずかな度合いの成功を遂げた。その小さな党は、1914年に1万2000人の会員から支払われる、この時オクラホマで最も高い一人当たりの会費を有していた。彼らの成功の多くは、 黒人とインディアンの有権者へ訴える彼らの意欲と伝統的なマルクス主義のイデオロギーを変更する彼らの意欲、そしてそうすることが意味を持ったことに由来した。また、州の党は大統領候補に友人デブスを立てて国で最も高い投票数の一部を与えた。党は後にグリーンコーンの反乱と 戦争や資本主義に反対を表明した者に対する第一次世界大戦の時代の被害妄想に続く超抑圧的な環境をもたらしたホワイトテーラー、白い恐怖の時代に跡形もなく崩壊した。世界産業労働組合はこの時期に躍進しようとしたがほとんど成功しなかった。クークラックスクランもまた特に活動的であったが、 実際には1950年代の州政府による大きなキャンペーンに続いて排除された。世界恐慌の絶頂時、干ばつと下手な農業の慣習は、ダストボールへと導いた。大規模な砂塵嵐が広い高地から土をさらい、それを近くの農場や牧場、遠く離れた州、大西洋、そして時にはイギリスまで吹き飛ばした。結果として起こった不作によって、 多くの小さい農家が揃って州から逃れざるを得なくなった。最もしつこい砂塵嵐は主にパンハンドル地域に影響したが、州の大部分は一時的な砂ぼこり、周期的な激しい干ばつ、一時的な暑い熱を経験した。アルバ、アルタス、ポテューなどの町は1936年の記録的な夏に摂氏49度の温度を記録した。農業機械技術における進歩は、 同時により少ない労働集約的な作物の生産を可能にした。多くの大地主と農園主は彼らが新しい技術を必要とした以上の労働力を持っており、連邦の農業調整法は生産の縮小を課した。アメリカ南部とオクラホマ東部、南部の大部分にわたるプランテーションの所有者は彼らの負債のシェアクロッパーを開放して追い立てた。彼らの仕事の機会が 地元にはほとんどない中で彼らの多くは解放されたが貧しい黒人と白人は出稼ぎの農場労働者としてまた第二次世界大戦の開戦の後には工場で働くために比較的栄えていたカリフォルニア州へと逃げた。ジョン・スタインベックによる怒りの武道ドロシア・ラングの写真ウディガスリーの歌はこの時代からの悲哀を物語る。 食べ物を漁っている動物に近い状態の根なしの出稼ぎ労働者としての大きいという言葉の否定的なイメージは多くのオクラホマ人を大いに怒らせた。これらの作品はしばしばグレートプレーンズの激しい砂塵嵐から逃れるアメリカ南西部の元小作人の体験を混ぜる。彼らは主に極度の貧困を取り上げるがオクラホマから逃れた者も止まった者もかなりの大部分の人々は 不況の時代に非常に貧しい暮らしを強いられた。オクラホマの政治家の中には、オクラホマ人の貧困と特性を非難する者として、怒りの武道を求断した者も,もいた。近年の大きいという言葉は過去数十年で新しい意味を持ち始めた。多くのオクラホマ人がこのレッテルを名誉の印として身につけている。他の者のは大きいの移住者を、 西海岸へ移住した腰抜けとみなすので、まだこの用語を否定的なものと見ている。大恐慌時代の後のオクラホマの歴史の大きなトレンドは、部族の自治権の復興、ティンカー空軍基地の建設、オクラホマ式とタルサ郊外の急成長、オクラホマ西部の過疎化、1980年代の石油ブームと1990年代の石油不況、 そしてオクラホマ式連邦政府ビル爆破事件が挙げられる。オクラホマの100周年の祝賀が近づくにつれ、石油不況の後も大きく人口が減り続けた、オクラホマの小さな町と人口の中心地を蘇らせるため、大きな努力が州と地元のリーダーたちに引き受けられている。ありがとうございます。